ボストンクリスマスツリーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市公式クリスマスツリー。1941年以降毎年点灯され、1971年からはカナダのノバスコシア州よりボストンへ、1917年のハリファックス大爆発での支援への感謝の意を込めて送られている。ボストンコモンに建てられ、クリスマス時期を通して点灯される。 1917年12月6日9時4分35秒、ハリファックス大爆発が起こり、ノバスコシア州ハリファックスの大部分が大きな被害を受けた。ボストンの有力者らが電報で知らせを受け、すぐに支援列車を用意し、同日22時頃には生存者の支援に向かった。吹雪で遅れたが、12月8日早朝になんとか、たどり着き、すぐに食料、水、 医療用品を配給し始めた。ボストンから来た者の,の多くは、爆発後休憩なしで働いていたノバスコシア州の医療関係者の手助けをすることができた。ノバスコシア州の子供たちは、学校でこの爆発について学び、ボストンの人々は最初の支援者たちであり、命の恩人であると教えられる。ノバスコシア州は感謝の意を表して、ボストンにクリスマスツリーを送った。 1917年のハリファックス大爆発の際、ボストン赤十字社とマサチューセッツ公安委員会は、すぐに支援に向かったのである。1971年に再度ツリーが送られ、以降毎年送られている。毎年の寄贈は、ルネンバーグ軍クリスマスツリー製造協会が、ツリー輸送の宣伝を兼ねて、ボストンへの感謝を表明したのが始まりであった。1976年、 ノバスコシア州政府が引き継ぎ、公益や観光の宣伝を兼ねてお礼を続けている。ノバスコシア州民にとってとても重要なことであるとされている。ジョセフ・スローエン・ホワイトが最初の2本を寄贈した。ほとんどのツリーは州南部から寄贈されているが、2014年は北部のアンティゴニシュ軍から寄贈され、2016年はケープ・ブレトン島から初めて寄贈された。 また小さなツリーが、ボストン市内のホームレス緊急一時宿泊施設である、ロジーズプレイスとパインストリートインに寄贈されている。クリスマスツリー専門家は、長年使用されているリストをもとに、常にツリーを探し、選定に責任を持っている。その年の選定は6月、または7月に開始する。多くの寄贈者が光栄に思っており、ボストンへ送られる意味を知っているのにとって、 ツリーが伐採され、運ばれるのを見ることを嬉しく思うものである。通常、祖父が植えた、スプルースが伐採されるのを希望する者はあまりいないで、あろうが、ボストンに送ると聞くと喜ばれる。非常に光栄なものと考えられ、断る理由がないとされている。時々寄贈者の祖先が、爆発被害者である場合もある。自分の木が選ばれる、要策略的になることもある。 ハリファックスとボストンの双方にとって重要なシンボルとして知られ、ノバスコシア天然資源局はツリー剪定のガイドラインを設けている。白頭皮、または赤頭皮の美しいバルサムもみで12から16メートルの高さで発育や色が良く、葉の密度は中程度以上、左右対称で伐採しやすいことである。通常農場のものでなく、開けた土地に生育し、高く、 枝葉が密集しているものが選ばれる。毎年、ノバスコシア天然資源局のクリスマスツリー専門家が、選定の責任を持つ。専門家のガイドラインは、ツリーは見つかりにくく、大変な作業かもしれない。良い木のある場所を覚えておかなくてはならず、木の所有者に、少額で譲ってくれるようお願いしなければならない。最初の専門家は、トム・アーンストで、1990年代に、 ピーター・ロムキーに交代した。2014年現在の専門家は2001年から勤めているロス・エイチ・ペンツである。ツリーが伐採される前、角、枝が幹に縛られる。1日につき2人がかりで伐採の準備の半分となる。チェーン層が根元を切る間、クレーン車が頂点を押さえる。伐採式は、ノバスコシア州民にとってとてもローカルな光景とされ。 在ハリファックスアメリカ領事館、ノバスコシアクリスマスツリー協議会、何百人もの児童生徒、広報、王立カナダ基バ警察、ノバスコシア自然保護局、アンティゴニシュバグパイパー、ノバスコシアマスクワイヤー、そしてサンタクロースなどが参加する。2014年、ノバスコシアコミュニティカレッジの環境技術プログラムの学生及び職員がこの年のツリーを伐採した。 ボストン古門沿いのトレモントストリートで手を振ってツリーを迎える自動ツリーはボストンまで750マイル以上を輸送する。ハリファックスのグランドパレードでスタンフィールズのライブなどを含むツリーを送り出す会をする。参加者はボストンへ送る感謝ノートに記名することができる。ノバスコシア州をトラックで、その後ファンディワンをフェリーで、そしてトラックでメイン州とニューハンプシャー州を通り、 ボストンに到着する。2013年、ボストンマラソン爆弾テロ事件の犠牲者に敬意を表する走者グループがハリファックスからツリーを先導した。このため、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、メイン州で輸送のための特別許可が下りた。ボストン顧問にてオフレ係とサンタクロースがツリーを歓迎する警察の先導により、ツリーがボストンに到着する。 ノバスコシア州で児童がツリーを見送ったのと同様に、ボストンでもボストンコモンにて児童がツリーを出迎える。11月下旬、または12月上旬にボストンコモンでツリー点灯式が行われる。2万人が来場し、20万人がテレビで視聴する。1998年のツリーでは、装飾に3200ース以上かけ、4.5マイルの電線。 17000個の多色ライトを使用した。2006年のツリーは8000個の電球を使用した。1971年から2002年までツリーはプルデンシャルセンターに飾られていたが、観客数の増加により2003年ボストンコモンに移動した。このツリーはお礼としての贈り物であることが大前提であるが、 ノバスコシア州にとって大規模な経済負担となっている。2015年ツリー、輸送、式典、パーティーの総額は24万2000カナダドルであった。ツリー選定費用が1900カナダドル、伐採式典費用が2500カナダドルである。テレビ局 CTV アトランティックは撮影費用として2万5000カナダドルを受け取る。 フェイスブックやインスタグラムでの宣伝費用に900カナダドルがかかる。ハリファックスからの発送に1万カナダドル、輸送に4000カナダドルがかかる。ノバスコシア州及びマサチューセッツ州でのイベントにおける簡素な被り物のほか、ノバスコシア州の旗に1000カナダドル、ストラップに3000カナダドルと粗品の費用に1万1000カナダドルかかる。州知事や市長。 その部下などの役人の航空券、宿泊費などが1万2000カナダドルである。ツリーを提供したマッキーちゃん家も交通費として1000カナダドルを受け取った。ボストンの ABC 系列の WCVB は1時間の点灯式の生放送費用として5万 5000US ドルを受け取る。ノバスコシア州のコマーシャルを放送しようとすればその4倍の費用がかかるのである。 式典費用は8万 5000US ドルであるが、半額以下の3万 US ドルが、ノバスコシア州から、ボストン市へ支払われる。オムニパーカーホテルでのレセプション費用は9000カナダドルで、ある。派遣団のほか、自費で、ボストンに行ったノバスコシア州のビジネスマン、ボストン周辺に住むノバスコシア州出身者などが、出席する。ノバスコシアコミュニティカレッジで経営学を教えるエド。 魔球によると、テレビで放送されることは、ノバスコシア州にとってかなり大きな宣伝効果になる。地元メディアによって、伐採式の報道は大きく取り扱われる。CTV アトランティックのテレビ司会者が、伐採式及びハリファックスからの送り出す会の司会を、務める。また、点灯式当日の夕方のニュースでも、ボストンから生中継で、気象情報やツリー関連情報も報じられることに、 なっている。2015年、CTV は10日間にわたり30秒のコマーシャルを制作及び放送した。CTV は、ノバスコシア州にとって、宣伝効果は3万カナダドルに上ると見積もった。また、Facebook や Instagram でも宣伝活動が行われている。ありがとうございます。